有効に使用できます。この並走航空車の車上からマルチト式携帯戦車誘導弾を射撃します。マルチト式携帯戦車誘導弾は打ち放し式でミサイルが自動的に目標を追尾して命中するため、発射した後直ちにその場から移動することが可能です。また射撃にはおおむね水平に飛翔する低進弾道モードと目標上空から追尾するダイブモードの2種類の飛翔モードがあります。本日は目標上空から追尾するダイブモードによる射撃を行った後、直ちにその場から離脱する要領をご覧いただきます。目標は3の内の黄色い煙が上がった場所にある青い標的です。Thank you.